私やは四国の徳島で生まれとんやけど、ぶりに生まれ故郷に持ってきて、今こないに地元におれるんはほんまに幸せじゃと思うとんよ。振り返ったら、私やは人生の大方をアウトドアに費やしてきとんやけど、30代になるまで自転車の世界に足を踏み入れるやいうことは一丁もなかったな。初めてブロンプトンに乗った時の感覚は今でも鮮明に覚えとるでよ。ほら、ごっつい自由でまっさらな世界が開かれたような感覚だったんよ。ほんでブロンプトンで仲間とようけ喜びを共有するんが、私は深い充実感を覚えるっちゅうことに気がついたんよ。夜景の面白い風景を一緒に探しよったり、ブロンプトンはコンパクトやけん、どんなに遠くでも移動できるし、風景を全身で感じながらゆっくりと走ることができるんよ。ここにあるブロンプトンたちはように観察してみると、まるで人間みたいに性格や個性があるように思えるんよ。これはただの観光ツアーやなしに旅のようなもんじゃね。ここにあるまだ見たことない宝物を探して、どこまでも遠く不幸を冒険する。でももしかしてもっと大切なのは、地域の人々が紡いできた文化に触れることが大事じゃと思っとんよ。この旅の案内を通じて、お客さんの心に残る忘れられへんひとときを演出できたらええな。今こうやってサイクリング、そして旅に対する思いをみんなと共有することができて、ほんま嬉しく思うとる。私の名前はムネさん、そしてこれは私とブロンプトンの物語です。